暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空あかねです。助手のなるこです。今回は菅野たもつさんを提訴しましたので、そのお知らせです。誰ですか？コラボ関係者？ノイホイって名前でも有名な人らしい。詳しくは知らないんだけど、ウィキペディア見たらいろいろ書いてあったよ。興味がある人はそちらをご参照ください。で、この人何をしたんですか？よく知らない人なのに。タレコミをもらってアウトなことを YouTube で発信していました。なので、次の3つの動画についての名誉毀損損害賠償請求訴訟になります。1件につき100万円、3件で300万円分。僕の心は痛みました。動画は見てませんが、どんなこと言ってたんですか？一応動画のリンクはノートには貼っておきますが、訴訟には該当部分の文字起こしもついてますから、訴訟を買えば動画は見なくても大丈夫です。というわけで訴訟がこちら。どうしたの？なんていうか、ある意味今まで提訴した人の中で一番ひどいこと言ってますね。ああ、うん、まあそうだね。ある意味では一番ひどいと言えるだろう。質問いいですか？どうぞ。菅野たもつさん、道に落ちてるうんこ拾ってきて、相手の顔にベターって塗って、あいつの顔にうんこついてるってちゃうやん。お前がつけてるやん。お前の右手のうんこの方が汚いがな。って相手の顔に塗ったものと右手についてるものって同一ですよね。どうして汚さに差が生まれるんですか？知らない。どんだけうんこ連呼するんですか、この訴訟。聞きたいかね。訴訟の時点では25回だ。くだらない。これは確実にいけるんじゃないですか？なるくん、裁判に確実とか絶対はないよ。え、でもこれひどすぎませんか？どんなにひどくても裁判で絶対に勝てるってことはありえないんだ。僕がグラニ裁判で相談した時、僕の弁護士は必ず勝てるとは言えません。弁護士は必ず勝てるなどと言ってはいけないのです。しかし、戦ってみる価値はありますと言った。だから僕が思うに、ダメな弁護士の見分け方としては、必ず勝てるとかいう弁護士は避けた方がいいだろうね。知らない。それに神原はじめ弁護士も負けたりしてるでしょ。負けた事件は正義じゃなかったんじゃないですか？訴訟はノートで有料販売しています。被告は有料ノートを買えば裁判所から送られてくるのを待たなくても読めますよ。とても親切で騎士道精神にあふれてますね。リンクは概要欄にあります。というわけで、菅野たもつさん、対戦よろしくお願いします。